南極大陸の位置南極大陸の衛星写真南極基南極とは地球上の南極点もしくは南極点を中心とする南極大陸及びその周辺の当初海域などを含む地域を言う南極点を中心に南66度33分までの地域については南極圏と呼ぶ南50度から60度にかけて不規則な形状を描く氷塊の不連続線である 南極収束線があり、これより南を南極地方とも呼ぶ。南極地方には南極大陸を中心に南極海を含み太平洋、インド洋、大西洋の一部も属する。なお、1961年6月に発行した南極条約により南緯60度以南の領有権主張は凍結されており、軍事利用、核実験なども禁止されている。 南極大陸と南極海からなる。南極大陸は地球上で最も寒冷な地域の一つであり、およそ3000万年の間降り積もった雪が溶けずに、1000から2000メートルの厚い氷の層となった氷雪に、大割れ一部の沿岸地区の地位類を除き、植生はほとんどない。陸地はほとんど氷床下にあり、路岸地区は少ない。氷床は、 氷河となってゆっくりと山の斜面をずり落ちて、海に押し出されて流出し、一部では棚氷を形成している。棚氷は沖に押し出され、自らの重さによってひび割れして、氷山として海を漂うことになる。南極大陸は、西半球の西南極と、東半球の東南極からなり、東南極の方が面積が大きい。西南極には南極半島があり、 この半島の北端は南緯63度付近と南極圏外にあるツンドラ気候地帯であり南極の中では温暖であるため観測基地も集中している皇帝ペンギン高緯度の極地である南極大陸は日本など低中緯度地域と比べて地球温暖化等の影響が顕著である南極半島域の基地での観測ではファラデー基地で50年で2.5セッシュ3度の 小温となっているなど、年平均、季節ともに温暖化が明瞭である。しかし、一方でそれ以外の地域、特に大陸本体の東南極では温暖化も寒冷化も見られない。昭和基地でも50年間の気温変化の記録でも、同様に大きな変化はない。また、内陸の南極天気地ではむしろ寒冷化が見られるほどである。東南極沿岸では、 海標広がりも縮小はしておらず、逆に面積は増加しているとの報告と整合的である。このように南極本体部分の地上では温暖化は明瞭でない。このように現在のところ、半島域以外では気温や氷床などに温暖化の目立った兆候は見られない。しかし、南太陽上の大気の流れによっては温暖化傾向に向かう可能性があることには注意が必要である。 地上で温暖化傾向が見られない一方で上空は温暖化している。大流圏前層では気温上昇が明瞭で特に中層600ヘクトパスカル高度では10年で摂氏0.7度もの上昇している。大流圏前層は温暖化していると言える。しかし上の清層圏では気温が低下し寒冷化している。清層圏では 主にオゾンによる紫外線吸収による加熱と二酸化炭素等の温室効果ガスによる赤外線の放射による冷却によりバランスを保っており二酸化炭素が増加すると赤外冷却効果が強まり寒冷化しまたオゾンが減少すれば紫外線加熱が減少するので寒冷化する現在オゾンホールは回復しておらず二酸化炭素も増加しているそのために 清掃圏の寒冷化が起こっていると思われる。また、オゾンホールには南極の温暖化を抑制してきたという一面もあり、南極のオゾンホールの縮小が南半球の温暖化を加速する可能性がわかるなど、オゾン層の回復が今後どのように地球全体に影響を及ぼすのか継続的な観測が求められている。最新の報告では温暖化に伴って氷が 表彰の大規模な誘拐が観測されている。また、誘拐速度も早まることで、今世紀中にメートル単位の海面上昇を引き起こす可能性が指摘されている。1950年代以降に行われた各実験による放射性物質は南極でも検出される。検出される放射性物質の打ちトリチウムは分布に濃度差がある。しかし、濃度差を生じる理由は、 未解明である。南極地方この節に記載されていない基地に関しては、南極観測基地の一覧を参照。南極条約により南極はどこの国の領土でもない。南極地方各地に散在する各国の観測基地等では、基本的にその地点の経度によりどのタイムゾーンに属するかを各々ので定めている。例えば、昭和基地は、統計約40度のため、 アトックプラス3時間としている。南極点は本来どのタイムゾーンにも拘束されないが、極点にほど近いアムンゼンスコット基地が主に輸送、連絡されるニュージーランドのタイムゾーンを採用しているため、これに準じることが多い。ありがとうございます。